チャオ、あーちゃんです。今日は2月の3日、あーちゃん家のお昼ご飯は焼きうどんしようかな。もう子供がいてるとね、お昼は簡単な、もういつも簡単にできるものばっかりになっていくんだけどね、今日また焼きうどんします。では作っていきましょう。ちょっとね、今日もね、ピンマイクつけて喋りながらやっていきましょう。ピンマイクつけるとね、聞きやすいよーって書いてくれてたんでね、ちょっとね、やっちゃん編集しとったらノイズが入ってる感じがするんやけど、まあ、昨日でもノイズそんな気にならへんって言ってくれとったんでね、じゃあちょっとできるだけね、ピンマつけていきます。ピンマつけるとね、ちょっとね、火とかね、怖いのと、紐の取り回しがちょっと怖くてね、ちょっとね、気つけな、まあ、あっちゃんが気つけたりのことやからね、頑張って、みんながね、こう、聞きやすいって言ってくれるようにやっていきたいと思います。はい。で、ではまずね、野菜は人参これでいいか。でキャベツで、ネギさん、この辺りでいいかな。で箸じゃない、包丁洗い忘れた昨日。野菜はね、サラダ巻き寿司を切って煮込んだままです。他のもあるでんけどね、まあ、要は違う、野菜をさっさと洗って、ネギは昨日洗ったんで大丈夫。人参も洗ったんだけどね。まず人参さん、あんまりね、ヒカが人参を好きじゃないから入れるとね、残しちゃうのね。だからやね、まあ、キャベツもね、あんまり大きい硬いところ量も食べへんし、もうね、いろいろ野菜嫌いな子供ちゃんなんで。でネギはね、こんな感じ。じゃあちゃん、玉ねぎ入れようかな。これも嫌がるからね。あっちゃんだけ玉ねぎを。こんな感じでいいかな。大きめに切っとこう。これで作っていきましょう。よいしょ。ケーブルの取り回しがね、ちょっと大変でね。ケーブルの取り回しとね、ストーブのね、ケーブルの取り回し冬はね、寒いし、いろいろとね、こう動くものがあって大変なんですわ。はい、では作っていきましょうか。まあ、もうちょっと見て、はい、豚肉をね、使います。何もあるのかな、 400g ぐらいのが半分でいいかな。またね、明日も使えるからね、まあ食べやすい大きさに切っていきましょう。こんなぐらいだったらいいかな。よいしょ。もうちょい入れようかな。これを入れようか。
よいしょ。でね、これ最後ね、入れたやつを。はい、火にかけます。指につく。しょう。うん。よいしょ。ちょっと待ってね。一緒にね、使用性の人参もう、と玉ねぎがね、しんなりになるぐらいの炒めるので、さっきちょっと炒めます。で、ここに油をちょっとね、豚さん油なしでいけんちゃうかな。地油出てくると思うからね。人参さんはもう油に回した方が絶対栄養飛ばんから、こうやって炒めていきます。豚さんをさささっと、キャベツも入れようかも。で、ここに塩、適当に塩入れます。全体的にね、さーっと豚さんの色が変わるまで炒めていきます。豚さんのね、色が変わってきたら、うどんをいきます。今日もね、なんかね、小話しようかなと思っとってんけどもね、思い浮かばへんのよ。今日はちょっとね、いろいろお話動画を撮ってんねんけどね、とあるまあ、ジャンルをね、何の話しようって自分でジャンルを決めて、そのジャンルについて、思いついたことを話していってんねんけどもね、今日はね、民主主義、日本は民主主義国家って言われるんよね。それについてちょっとお話動画を撮ってんけどね、なかなかね、思った以上にすごい時間長くなっちゃう。三部作になっちゃってね。最初は一発で話を思てんけど。ほぼほぼね、あっちゃんのは台本なしで行くから、その時の気分でだんだん長なったりするね。下味ちょっと美味しいな。今回ここにね、カレー粉、カレーもう終わりやな、でも使っちゃえ。カレー粉をね、野菜にまぶします。ね、ちょっとね、野菜を食べやすくなるかなと、子供がね。で、野菜に下味カレーをつけて、うどんにはつけない。うどんは今回は間違わずに5玉買ってきた。前回ね、間違えて6玉買って。6玉って目から値段が上がりますって言われて、はい、いいですよ、よう考えたら6玉いらんねやんけ、とか思ってさ。今回は間違わずに5玉。これで作っていきます。
結構ね、焼きそばもせえねんけど、一回ね、水にくぐらす人がいてんのよ。ほぐれるように。あれやるとね、べちゃべちゃ麺になるから、うちはせえへん。いつもこうやって、茹で、野菜の水分でやんねんけどね。これはね、お好み屋のおばちゃんに教えてもうてんけど。最後醤油、醤油か調味料ですね、ソースとか醤油で。だから水分入るし、野菜から水分出るから、ほぐすの水いらんねんでー、言うてことだからね。カレーの風味がすごいいい香りしてる。ちょっと出てみましょう。で、今日はね、そんな感じでね、まあ、民主主義の話をしてて、それがね、今日、多分上がるかな。どっかで上がると思うんだけどね。そのお話。あと、まあね、幕末とか戦後の話まだ続けていきます。で、またいろいろとね、情報が入ってきたらね、そんな話もしていこうと思うんだけど、まあ、もうね、アメリカだけじゃなく、今、世界情勢がすごい動いてるから、その話もしたいんやけど、なかなかね、難しい。いや、変に話をやると、バンされてるよ。バンされてもまあええ覚悟ではやったもののさ、やっぱりやられちゃうと拡散力がなくなる。やっぱりね、そういうやつらの思うツボやからさ、できる限りね、でみんなよう似た話して当たり前やねん。みんながやっぱ拡散してるから、気づいた人が拡散してる。これが今の時代のやらなあかんことやからさ、気づいた人から順番に拡散していくっていうのが大事かなとあちゃん思うんだよね。ここにね、醤油、で、あとはね、焦げ目つけていきます。ちょっと醤油足らんかな、もう一回足すかも。ここがすごい痛なんのよ、うどんは。こう重たいからね。今日もね、だからね、いろんな情報があってね。まあ、あっちゃんのツイッター見てくれてる人は大体あっちゃんがね、何を言わんとするかはよくわかると思うんだけど、まだまだツイッターが全然ね、フォロワーさんが増えていかへんから、ちょっとしか増えへん。で、拡散力ないからね。それと、見てくれててもね、やっぱ見たよっていうマーク。いたよってハートマークとかリツイートの数見てたら、あんまり見られてないのかなと思ってね。だからね、やねんけど、意外と面白いよ、ツイッター。結構思ったことつぶやいてるから。YouTube よりかなり過激にやってるから。美味しいけど薄い。鍋肌にね、与えて、鍋肌に与えて焦がす。もういいかな、完成です。ツイッターの方ね、今日もね、震災とか災害とコロッケの死亡人数を比べた表があって、一瞬で亡くなった人とさ、1年かけてね、亡くなった、それも数値改ざんした数値を比べるのどうかなと思って、それより風邪方が多いんだよみたいな話ね、書いといてんけども、ね、そんな感じでね、いろいろとつぶやいてるんで、よかったらツイッターの方見てくださいね。あとね、やっぱりいつバンされるか分かんないんで、サブチャンの方登録しといてね、サブチャンの方に移行する可能性が出てきたんでね、一応ね、その予防のために作ったんやけど、なかなかまあね、そんな危機感はなかったんやけど、最近ちょっと危機感が出てきてるんでね、ぜひぜひサブチャンの方にチャンネル登録しといてください。というわけでね、ネギを入れるとね、完成。では食べましょう。